はい、終了の時間がやってまいりました。今日もですね、ロケットクレヨンは福岡県の飯塚市に、来てるそうです。で早速呼んでみたいと思います。飯塚市のロケットクレヨン、はい、ロケットクレヨンでーす。飯塚市でね、はい、コンサートがあるという3人が集まりましたけれど、はい、前日、飲み屋行って、はい、飲んで結構酔っ払っちゃったんですけどね、はい、でも久しぶりだよね、はい、俺いわゆるこう地方に行くっていうのはもう本当1年以上ぶりだから、ね、飛行機なんか久しぶりに乗ったからね。あ、うん、乗り方分かんなかったよ。本当ですか。右足から入ったもんね。なるほど。プロじゃないんだから、ね。まあそんなようなことでね、ちょっとあの飛行機に乗る、初めて飛行機に乗るあの感じっていうのかな。なんかちょっとドキドキしたね。で羽田空港もやっぱりちょっと様子が変わっていて。あ、本当ですか。うん、福岡空港も変わってたの。へえ。なんか車で来たの。はい。車です。ね、どのくらいかかった。休憩しながら8時間ぐらいですね、うん、どういうところで休憩したの。だいたい、まあ、あの高速道路に乗った時は。あ、高速か、はい、高速乗るのか、はい、うん、あの S サービス、 S サービス、 サービスエリア、はい、終了。